出しから佐賀市を結ぶ有明海沿岸道路を作るための工事の積算や設計を担当しています。8時半に出勤し、まずはメールのチェックなどを行います。工事の発注資料の作成や設計内容の確認を行ったり、事業を進めていく上で必要な関係部署との調整をしたりしています。また現場に行くことも多いです。現場では発注した工事の進捗状況や施工条件の変更点などを自分の目で直接確認したりしています。有明海沿岸道路の一部が完成し、地元の方々が笑顔で利用される姿を見たときはやはりやりがいを感じました。もともと学生時代に土木について学び、人々の生活を支える土木構造物を作りたいという漠然とした思いがありました。そんな中、県と県をつなぐ道路や地域の暮らしを守る河川やダムなど大きな仕事ができる九州地方整備局に魅力を感じたのがきっかけです。みんなで有明海沿岸道路の完成という目標に向かって一致団結して、とてもいい雰囲気で仕事ができています。上司から話しかけてくれることも多く、よくコミュニケーションが取れている職場だと思います。頼りになる先輩たちもたくさんいる職場です。私も皆さんの力になれればなと思います。ぜひ一緒に働きましょう。